まあ、これ全部ブランドとか一緒にやってる人は違うんですけど、まあそのグラフィックは俺が描いてるやつで、それをベースにいろんな形になってて、でこれはあのアナグラってギャラリーがあって、そこが本当3年4年前ぐらいに初めて個展した場所で、そこの人たちのやってるアンドっていうやつとコラボでこんな大きい刺繍ができましたね。みんな仲間っていうイメージです。このドゥルールっていうのはよだれって意味なんですけど、そのよだれが出るほど欲しいとか期待してるっていう意味もあって、なんかすげえそういう気持ちだったんで、これから楽しみだなって、なんかなんとなく思ってた時だってそれ書いてよだれも垂らしました。刺繍ってかっこいいじゃないですか。こういうのは好きですね。その刺繍によってこう自分の描いた線がさらになんか別の立体感が出たり、まあなんかそのファッションって本当になんかこうまあこれは直では描いてないけど、例えば直で描いてたら、まあ、ちょっとこう特殊じゃないですか、初めて会った人からしたら。でもそれがなんでこういうの着てんのって言って話のきっかけにもなったりとか、自分を表現できるものだと思います。どんどんこういう形でもいろんな形で生活の中に自分の絵が入っていったり、すごいそういうことが楽しいですね。